気候は、旅行の工程をたどるように、体験した内容を記した文。気候文、旅行記、道中記とも言う。古事記、日本書記に、主人公が旅をしていくモチーフや、万葉集に地名と感情を読み込んだ歌群があるほか、平安書記の旅行記として、縁人、日東愚法巡礼行記や縁鎮、行歴書、常人、三天台五大山記がある。これらは、 気候の前身と位置づけられる。一般的に日本の気候は平安時代のきつらゆき、土佐日記に始まる。同時代の気候的な内容を含む作品として、熊野三景を含む雑木、衣保主のほか、影楼、日記、さらしな日記にも気候的な内容が含まれている。鎌倉時代に入ると、斜寺三景の流行を背景にして、源の道地下、 高倉院、五島みゆきき、藤原定家、後鳥羽院、熊野みゆきき、河野町名作と思われる遺跡などの関文体気候が出現する。また、京都と鎌倉を往復する文化人が増えたことで、街道期、東間気候といった和漢混交帯の気候が出現する。その後、南北朝時代、室町時代に入ると、斜寺参詣や歌枕を訪ねる風流漂白の旅のほか。 戦乱や地方大名の勃興による文化人の移動が盛んになり、50編近くの気候が誕生する。江戸時代に入ると、旅行が比較的容易になった影響で旅行者が増大し、おびただしい数の旅行が生まれた。江戸時代の気候を専門とする板坂洋子によれば、江戸時代の気候は2500点以上の作品が存在するが、そのほとんどが 崩し字から活字になっていないとされる。また板坂は、江戸時代の気候文の特徴として、旅行先の土地や旅の実態、見分した事物とそれに関する知識、また旅によって変化する事故の内面を、できるだけ多く、読者に伝えようとする姿勢、干渉的にならず、積極的に旅の困難に対処し、時には笑い飛ばす、主人公の造形、事故の内面も、外部の風景も、 上等句や、共通の常識、規制の様式によりかからず、具体的で的確な語句を用いて、確実に伝えようとする工夫の3点を特徴として挙げている。合わせて、江戸時代の気候の代表作は、松尾芭蕉、奥の細道ではなく、貝原駅剣、木揃木と、立花南、東西遊木と、小津久し足、道の国一揆と述べている。江戸時代以降、 交通網の発達や中産階級の増大に伴い、膨大な数の気候が生まれた。気候の舞台となる場所も、日本だけでなく、世界各地に及んでいる。気候は内容により、緩やかではあるが、以下のように類型化ができるいずれの気候も、特定の方に収めることは困難である。沢木光太郎氏の深夜特急も、エリアスカネッティのマラケシュの声から、 あの旅の後の断層を意識をしたという発言もある。また、気候の多くは上記の方を複合している。旅行機型テーマ型、テーマ型ガイド型というパターンが比較的多い。ありがとうございます。